こんにちは。姫路駐屯地記念行事第6回マッチョコンテストへようこそ。第6回マッチョコンテストを司会しています、中央特化連隊第1大隊第3中隊森山三曹です。よろしくお願いします。そして特別審査員として姫路総遊会会長大野総長です。よろしくお願いします。では早速ですけども、姫路記念行事初めて来たよって人いますか？じゃあそこのお父さん。姫路記念行事、いろんな催し物があります。先ほどの音楽演奏、太鼓、この後の格闘、レンジャー、訓練展示、どれを一番楽しみに来られましたか？マッチョコンテスト。はい、マッチョコンテスト。お父さん素晴らしいです。その答えを期待してました。訓練展示見たよって方おられますか？もっとおるしてますよ。恥ずかしがらずに手を挙げてください。じゃあそこのフードかぶったお兄ちゃん、お兄ちゃん、訓練展示を見て日本を守るのは何が大事かなって思った？大きい大砲、大きい車、戦車、ミサイル、何が一番大事だと思う？なんて？そうです、筋肉です。大正解。お兄ちゃんさすがですね。最高じゃないですけど、後でお母さんにお菓子買ってもらってください。じゃあ最後の質問です。すごい難しい質問になるんですけど、自信あるよって人いますか？自信あるよって人手を挙げてください。手を挙げなかったら僕が当てますよ。あ、じゃあ上げてくれてるそこのお兄ちゃん。じゃあすごい難しい質問なんで二択にします。男の中の男になるためには何が必要か？そうです、大正解、拍手。そうです、全ては筋肉が大事なんですよ。そんな筋肉をひたすら鍛え続けてきた男が今後ろで10名震えて待っております。そんなマッチョ10人は見たいですか？それではですね、マッチョを呼ぶマッチョコンテストといえばこの掛け声を皆さんで実施したいと思います。声が小さければマッチョは来てくれませんので、皆さん大きい声でやってください。今から僕が男祭りだというので、皆さん右手を上げてわっしょいわっしょいと声をしっかり出してください。いけますか？それではいきます。マイク置きます。男祭りのわっしょいわっしょい、男の中の男、筋肉に愛され筋肉を愛した男たち、マッチョ10名が入場します。どうぞ。拍手でお願いします。ここに10名のマッチョが登場していただきました。早速マッチョコンテストの方を実施していくんですけども、審査について、1点説明させていただきます。今から1人ずつ10名のマッチョがパフォーマンスを実施してくれます。そしてそれが終了した後、1人ずつ、ちょっと待ってください、10名実施し終わった後に、審査に移ります。その際1人ずつ前に出るので、一番良かったと思う
マッチョに拍手をしてあげてください。わかりましたか。それでは早速ですが実施していきます。エントリーナンバー1番、体がでかすぎて邪魔だと言われます。ゴリラ、そんなもんじゃない。陸上自衛隊トップのフィジカルモンスター、一大隊に中、勝浦裕希、よろしくお願いします。鍛えすぎて本当に家族と中隊に邪魔だって言われよく言われます。まあでもよく言われるのは一番ゴリラが言われます。でこっから自分よりさらにマッチョたちいっぱい出てくるんで、皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いします。エントリーナンバー2番、筋肉の暴走機関車トーマス。もう止まらない、誰か俺を止めてくれ。姫路が生んだモンスター、中徳連城中、平木智彦、よろしくお願いします。すいません、緊張しすぎてちょっと声が裏返ってしまいました。それで、あ、ちょっと腹筋割れてますよね。割ってますか。割ってますか。次の人も強く、ムキムキの層が出てくると思いますので、皆さん期待して待っててください。それではやる気なき元気でした。ありがとうございました。エントリーナンバー3番、俺の体を直接見るなよ、惚れちまうぜ。筋肉と愛の伝道師、三高台本館、内田春人、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。他のマッチたちは筋トレやプロテインを飲んで鍛えてきたと思うんですが、僕は食トレをしてしっかりと体重を増やしてきました。この仕上げられた肉体をしっかり見てください。ありがとうございました。エントリーナンバー4番、大切な人を守るために始めた筋トレ、しかし大切な人がいつまで経っても現れません。一体どこにいるんだマイハニー。三高台本館、秋岡博人、よろしくお願いします。筋トレを始めてきましたが、いつになっても彼女はできません。筋トレをすればするほど周りからびっくりされ怖がられ、だんだん近づかれなくなってきました。誰かマイハニー募集中です。エントリーナンバー5番、やっと俺の出番が来た。みんな心の準備はできてるかい。首藤歩が抜きます。この名と体を覚えて帰りなさい。一大一中、首藤歩、よろしくお願いします。かっこいい男は、背中で語ると、自分は学んできました。なのでちょっと背中で語らせてください。皆さんどうですか。今語ってるんですけど伝わっておりますでしょうか。今結構語ってますけど伝わってますか。ありがとうございます。ありがとうございます。
今語ってます。ありがとうございます。口で喋るのは特にございません。お願いします。エントリーナンバー6番、筋肉はデカさじゃなく美しさ。フルボトムスクワットを下まで下げれるかい。俺の絞りとポージングをしかとご覧あれ。校舎直接支援隊田原隆弘、よろしくお願いします。皆さん、寒いですかね。まあ、寒いですよね、こんな11月下旬に。でも、私たちは寒くありません。なぜなら、こんだけの筋肉を背負っているからです。筋肉をまとっていれば寒くない。皆さん、ぜひ筋トレをして、寒くない日々を送ってください。以上です。エントリーナンバー7番、俺を見ろ、俺だけを見ろ、俺の筋肉を見ろ。おいおい、あまり見るなよ、照れるじゃないか。一大本館、西村健太郎、よろしくお願いします。皆さん、今日は寒い中、僕のために記念行事に来てください。ありがとうございます。皆さん寒いですよね。僕が温めてあげましょう。見てください、一発ギャグは。ボディービルダーから可愛い女の子、8番、実は昨日 UFO にさらわれました。俺の筋肉は地球外生命体の未確認飛行物体。三高台本館、川辺直也、よろしくお願いします。お疲れ様です。僕は多分体が一番一般人に近いと思います。ですが大好きなビールとプロテインで頑張りました。投票よろしくお願いします。俺はエントリーナンバー9番、俺は筋肉王、この世の全ての筋肉をそこに置いてきた、マッチョのみの能力者、一大一中、越山勇気、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日このために1年間しっかり筋トレしてきました。よろしくお願いします。エントリーナンバー10番、家事を続けて3年、あらゆる家事をこなして鍛えたこの体は主婦たちの希望。奥さん、今日も掃除と洗い物は俺に任せておいて。一大第三中、水津まさき、よろしくお願いします。去年もエントリーさせていただいて優勝しないとそう家に帰れなかったって言ってたんですけど、今年こそ勝てって言われて出された食事がアイスクリーム3個。もう低いマッチョになるために頑張ってきたんでよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは審査の方に移りたいと思います。今から番号を言って一人ずつ前に出ますので、一番良かったマッチョに拍手を送ってください。よろしくお願いします。
では行きます。エントリーナンバー1番勝浦伊吹。お願いします。エントリーナンバー2番平木智彦。お願いします。エントリーナンバー3番内田晴人。カモン。ありがとうございます。エントリーナンバー4番秋岡弘人。アイハリーはどこや。エントリーナンバー5番首藤歩。お願いします。エントリーナンバー6番田原貴博。エントリーナンバー7番西村健太郎。よいしょー。あっためて。はい。よいしょ。エントリーナンバー8番川辺直也。マイハイプリーズ。エントリーナンバー9番越山雄貴。よいしょ。エントリーナンバー10番水津正樹。お願いします。それではですね、非常に僅差の勝負となったので、決勝戦を行いたいと思います。決勝進出したエントリーナンバー4番秋岡弘人。しゃあ。5番首藤歩。9番越山雄貴。以上3名で再度審査の方を実施したいと思います。一本前で。ではこの3名いずれかに拍手の方をお願いします。エントリーナンバー4番秋岡弘人。お国一票ください。エントリーナンバー5番首藤歩。お国一票ください。エントリーナンバー9番越山雄貴。それでは優勝者の発表を行います。第6回マッチョコンテスト優勝はエントリーナンバー9番越山雄貴。それでは表彰の方に移ります。賞越山雄貴殿、第6回マッチョコンテスト優勝、令和6年11月24日姫路駐屯地総理会会長、特別審査委員長、陸曹長、大野剛。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは優勝者から一言いただきます。ありがとうございます。お手が欲しい。いらない。お昨年からしっかり減量してきて、本当に大変だったんで、優勝できて本当に嬉しいです。引き続き、総立記念行事の方を楽しんでください。ありがとうございました。おめでとうございました。それでは参加10名のマッチョに対し、最後大きな拍手をよろしくお願いします。以上をもちまして、第6回マッチョコンテスト終了します。ありがとうございました。だからマッチョたちは朝礼台をレンジャーの方に運びます。トークがなかったんだ。